今日は日曜日、何月何日だ？そう、2月7日ですね。で、まあ私のモデルな投資は、まあ今んとこうまくいきまして、まあこんな感じでなっております。プラスで終わってるんで、まあいいかなって感じです。で、まあ買った直後はすぐ下がっちゃったんで、まあちょっとヒヤッとしたんですけど、すぐ戻ってきて、それ以上に上がったんで、まあ買いの力っていうのは、まあ強い、モデルナの買いの力は結構強いものがあるかなと今見ております。で、まあだいたいモデルナの株は、何もニュースがないと基本的に下がるのが最近の傾向だったんですけど、まあ ここ2、3日だと、まあニュースというニュースそんなに大きいのないけれど、まあ下がらないで上がってくるので、まあ非常に強くなってきてるなというふうに感じます。それで、まあ、ずっとやってるんで、なんとなく感覚がつかめてきたんで、で、まあそれから考えると、まあ買いの力っていうのを、ある程度の買いの力は感じております。で、ニュース自体は、最近ですと、まあ2月25日に決算発表、まあこれを見込んでみんな買ってるところもあると思うんですけど、まあこの決算がいいんじゃないかっていうふうに私も見てるんで、この決算で、かなり勝負かけてる感じです。で、まああとはシンガポールかなんかが承認されたのと、どこかの国が2倍ぐらいの注文数に増やしたのが、まあ、上げの最近の原因かなっていうふうには見てるんですけど、それだけじゃないかなと。まあ、いろんなことを加味してだと思うんですけど、まあ、ジョンソン&ジョンソンが、結局 FDA に承認申請出したんで、それはちょっと、まあ、通ると、これですね、ジョンソン&ジョンソンが、これ、ワンショットで済むワクチンなんで、1回で済むんで、これで承認。でも、まあ、あんまり、有効性が低いんですね。有効性が低いんで、どうかなっていう、これどうなるかわかんないですけど、まあ、通ると、まあ、ちょっとあれなんですけど、まあ、それで、あとは、ノババックスも来てるんで、ノババックス、ノババックスとか、多分ジョンソン&ジョンソンは古い形式の、まあワクチンですね。昔からの製法、同じ製法で作ったワクチンなんで、まあ、モデルナなんかに比べると古い、その分、まあ、確かっちゃ確かな、ワクチンで、まあ、安全性とか考えると、まあ、こっちの方が安全っちゃ安全なのかなっていう感じはするんですけど、変異種に対してどうかっていうと、ノババックスとかのだと変異種に対応できるのかっていうところがどうかなっていう、モデルナとかのですと、すぐにこう変化が可能なんで対応しやすいんですけれど、ノババックスとかだと昔の作り方だから、多分、変異種とかになった時、また作り直すのにかなり時間かかるんじゃないかなって見てるんで、そこら辺がどうかなっていう感じです。で、あとモデルナで、まあ上がる要素になりそうなのが、ウーバーイーツで配達するっていう計画と、容量が2分の1で済むっていう、計画、容量2分の1でやると、まあ、もっと作れるっていうのと、あと、まあ、韓国だの、フランスだので、製造計画、あとインドとかでも少し持ち上がってるんですけど、そこら辺とか、
あと決算、あとは南アフリカのちゃんと適用できるかどうか、そこら辺がニュースになってくると、ボコボコ上がると思うんですけど、まあ、チャート的に見てもこれがダイバージェンスが上がってきてるんでいいかなっていうふうに、これが一番長い期間で見た時にダイバージェンスがちゃんと上がってきてるんで、で、5年で見て、あ、5年とマックスはまあ大体同じなんですよね。同じ感じでダイバージェンス上がってきてて、2年もまあ同じ感じですよね。で、1年で見ると、少しここ下がってるんですけれど、あ、まあ少しちょっと下がってるんで、ここはちょっとあんま良くないっすね。まあ少し下がって、ここも少し下がっちゃったんで、これがまたこの色になればいいんですけど、なって上がっていけば、まあそうですね、そこら辺がちょっと短期的にどうかなってとこなんですけど、まあまあ大丈夫かなっていう、市場的には強いものを感じてるんで、大丈夫だと思います。私のあくまで勘ですけれど、あんまり当たんないですけど。で、テスラの方は、まあ、横ばいがずっと続いてまして、で、前も横ばい続いてたのはここなんですけど、ここが、ここの期間ですね。ここの期間は、この上げは取れなかったんですね。この上げが一番美味しいとこだったんですけど、まあ2倍にすぐなっちゃった。2ヶ月間足らずで2倍になったので、この上げが取れなくて、ここの揉み合いでずっと待ってたんですけど、で、最後、ここまた下がったんで、ここで売っちゃったんですよね。そしたら、こう上がっちゃった。S&P500 に加入するっていうのが正式に決まったんで、それで上がっちゃったんですけど、この揉み合いは結構長かったです。この揉み合い、ここがあれですね。株式分割した時ですね。株式分割の時が、した直後は上がったんですけど、すぐ下がっちゃったんですよね。で、まあ、ここからしばらく揉み合いが続くんですけど、ここからが8月から11月、8月から11月は9月だとして、まあ3ヶ月までいかないけれど、2ヶ月半以上、2ヶ月半ぐらいかな。まあ揉み合っちゃったんで、それで嫌になっちゃって、売ったら上がっちゃって、なんで今揉み合いが、1月からまあ1ヶ月ぐらいなので、まだ続くのかなっていう感じはしてるんですけれど、まああとはダイバージェンス的にはここが下がってきてるんで、このまま下がるというふうに読んでるんで、下がるんじゃねえかなって読んでるんですけど、ここもダイバージェンスはこう下がってきてるんで、下がるんじゃないかなっていうふうに来てるんですけど、まあ普通の株だったら下がると思うんですけど、テスラの株は強いんで、ここ下がってきてもあんまり下がらないっていう、すごい強い銘柄なんで、今の時期下がんないだけでも上がってんのと同じかなって考えてもいいかなと思うぐらいで、まあ、あと1ヶ月以内には、もう1ヶ月以内には多分大きな上げが来ると思うんですけれど、一旦下がるのかなっていうふうには、この1年単位で見ると、ここがこうに上がってきてるんで、上がるかなっていうふうに見れるんですけど、どっちに行くかちょっとわかんないですね。上がってきてるんで、まあしばらく揉み合いが続いて上がるんだかどうなんだか、まあでも移動平均線はここでつけてるんで、どうなんかなっていうところで、
まあニュースとしてはあんまり最近はニュースはモデル決算発表とモデル S の、インテリアが変わったことぐらいかなっていう感じなんですけど、まあその他は、まあ電気自動車のブームが来てるんで、ここら辺のも多分いいニュースですね。あとはアップルもちょっと、もうは、えれ、やっぱり電気自動車に入ってきてるってことで、まあ、あとニオが最近は下がってるっていうか、まあ、65から55ドルぐらいにまでなってますけど、まあ、下がりきってはいないですけど、でも全然、前と全然もう、色合いが違って、前はもっとガンガン上がるような。2020年は一番ニオが上がったですね。大きい会社では多分ニオより上がった会社はいない。ニオがナンバーワンだと思うんですけど、テスラより上ですね。でも今もうちょっと上がらない。なんでだかよくわかんないですけど、まあでも今のバイデン相場は確実にこう利益が取れそうな会社しか上がらないって感じはしてるんですけど、まあ前のトランプの時はまあどちらにしろなんとかこの確実に利益を上げるかどうか分かんないような会社もみんな上がってたんですけど、まあバイデンになってから淘汰されてるような感じは自分ではしてます。ここに記事があって、まあイーロン・マスクがあと何年、5年間ぐらいに、まあ、年間2000万台作るとかなんとか、まあ、言ってましたけど、年間2000万台はトヨタの倍です。とんでもない数を作るっていう感じなんですけど、2021年に加速する可能性があることを示していると。まあ、納車数が36%増加。非常に堅実な数字だったそうで、まあまだ全然ポテンシャルがあるんで、平均年間配達で50%増加すると、まあそれぐらい増えると思います。もっと人気が出てくるんで、そうですね。で、まああとは最近見てるのがクレイトレーダーさんのおチャンネルなんですけれど、これちょっとお見せしたいな。これテスラのチャート分析。2月5日。It can definitely produce some very dynamic movements. And that's what we have with this pattern here. Dollars. So you go back through the history of the chart. 865が上値の抵抗線だと言ってます。And you can see this 865, generally speaking, has presented and been kind of a thorn in the side of the chart as the price, a couple times now has gotten up there and then the momentum has just disappeared both times it has. So that's going to be the resistance portion of the pattern. And then the support portion is going to be, well, right here via. That uptrending trend line there that has been formed. Let me change this to green to represent more of a bullish attribute there. But what we have here is this wedge, formation here that is forming. これが下値の抵抗線ですね。こういうパターンって確か
この後こう上がって、ブレイクすると上がるっていうチャートパターンだったような気がしますけど。Like I said, you're going to have a bunch of people watching and wondering, and rightfully so, wondering, okay, if the price can work its way upwards and get the break of 265, or excuse me, 865, you know, that could create a breakout. And just breaking that in and of itself, you know, self-fulfilling prophecy, call it whatever you want, I mean, there could have a lot of people buying just because it's broken to the upside of that pattern. So moral of the story being, while nothing's guaranteed, it is a more than valid, it's a more than rational thought to have that any sort of break of 865 could create quite a bit of upside buying pressure. And then the same logic holds true, just, you know, flip... まあ、ここを打ち破ればかなり上に行くと言ってます。The round is, if the price were to come down here and break down through there, nothing's guaranteed, but it is more than valid to think that a breakdown through of that trend line could create quite a bit of selling pressure to the downside. So overall, keep a very close eye on that, this pattern here, 865 key breakout point, and then keep an eye on that lower trend line there, and let's see how this one plays out next week. First off... Thanks so much for watching. Keep a very close eye on that. This pattern here, 865, keep the entire video real quick. Let's see how this one plays out next week. 結局ここをどう動くかなんですけど、下に行く可能性もあるし、上に行く可能性もあると、だから全くわからない状態だそうです。まあ下にここを破っちゃうと売りのプレッシャー結構あるって言ってるんで、まあこんな感じで、あの、まあ売りも買いもその抵抗線を見つつ試しながらこう価格を動かしている感じなんで、どっちかがブレイクしちゃうとどっちかに動くという傾向があるんで、まあでも自分的には売りだと考える人も結構いるし、まあ、逆に買いだと見る人も結構いると思うんですよね。人気があるんで、あと。だから、揉み合いが続くんじゃないかなっていう風な見方が私はしてるんですけれど、ちょっと読めないですね。はい。で、最後は、まあ、これ、グラハムさんのいつも出してるのの、あの、またこの前も紹介したんですけど、もう一回。まあ、今回ちょっと思ったのが、モデルナが、やっぱりここで自分が買ったのはここなんですね。ここで買ったらここに、バンクオブアメリカが格下げしてここに下がっちゃった。でもここのちょっと押し目をちゃんと買っていればここにまた儲かったってことで、やっぱり押し目買いって結構今の時期いいのかなって感じがしたんで、もう一回ちょっと出し、自分でそんな感じがしたんで、まあ、あなたができる最善のことはコースを維持し、計画を維持し、一貫性を維持し、購入し続けることです。研究の後の研究は彼らの投資、まあ研究、長年の多分研究の結果、まあ投資をし続ける人、購入し続ける人は長期的に最もお金を作ってしまうことを示しているという、まあ最後はいつもスマッシュライクザボタンは彼の決め台詞なんで、まあこれはとして、まあまあスマライクライクボタンを押してくれってことなんですけど、まああのまあ押し目でちょっと下がったとしても一貫して、そのまあ英語で言うとディップって言うんですけど、あの押し目のことディップを買い続ければ報われると。まあそれが変な会社じゃなければテスラとかモデルナも多分大丈夫だと思うんですけど、あとまあどこだろうな、パランティアなんかも結構押し目でここで買ってれば儲かってくるかなっていう感じがする。まあこれちょっとギャンブル的な、今その何やってるか分かんない会社なんですけど、自分もこの会社はうんと大きくなる会社だとは見てるんですけれど、パランティアっていう、あのすごいデータ機密、米国の機密情報とか扱ったりするみたいなんですけど、中国のあれはダメですね。
で、ビットコインが結構上がってきてまして、まあ、その理由としては、イーロン・マスクがビットコイン支持するとかって言ってたんで、で、同時コインなんかも、まあ、イーロン・マスクがお気に入りだって言ったことで、同時コインもかなり上がってます。まあ、同時コインはビットコインではなく、アルトコインだと思うんですけど、上がってます。はい。まあ、今回はこんな感じで、まあ、ちょっと上がってきて、久しぶりに良かったかなと思うんですけれど、まあ、これから、さらにモデルナが上がってくれればなと思っております。まあ、コメント欄にカップ&ハンドル、カップウィズハンドルが形成されてるって言ってたんですけど、ここがそこかな、ここはそこで、これがハンドルだけど、カップウィズハンドルはチャートで、まあ、有名なあれなんですけれど、まあ、キャンスリムの名前忘れちゃいましたけど、その人が提案したチャートパターンなんで、まあ、あとは、まあ、決算が多分いいと思うんで、多分大丈夫だと思うんで、保持し続けます、自分は。はい、以上です、今日は。はい、ありがとうございました。